どうも、シュンシュンです。今回は腰なめ打ちについて検証していきたいと思います。この前友達と少しねオリンパスでプレイしてて、その時に聞かれたことで、腰なめってどの距離から打つのがいいのって言われたんですね。でその時答えたのが、まあゼロ距離とかでいいんじゃねってこうね雑な感じに返しちゃったんですけど、確かに言われてみればどの距離から打つのが一番いいのかなみたいなね。今回はしっかりとね数値化というかねできればいいかなと思っております。ではね、ここまで見てくれた方ぜひチャンネル登録お願いします。ではやっていきましょう。まず腰なめ打ちっていうのが何かっていうのをね説明していきます。これですね、この状態のまま何もせずに発砲することですね。腰なめエイムっていう感じですね。腰なめエイム、なんだろうね、腰なめ打ちエイム打ち、エイム打ちとはあんま聞かないな。そのね2種類があると思っておいてください。腰なめエイムです。どのようにして検証していくかっていうと、敵が近い、このようにしてねダミーとかにピンを刺すとこう敵が近いと言ってねメートルがわかるんですけど、これでね打ってみて体感的に当てやすいなって思ったらもうそれでいいんじゃないかなと思っております。検証と言いつつ結構雑な感じになっちゃってるので、この動画はねその一つの意見として見てくれればいいかな。もしかしたらいや俺はもっと近い方が当てやすいっていう人もいるかもしれないし、いやもうちょい遠くでも腰で当たるだろうっていう人もいるかもしれないから、あくまでもこれは俺の意見ね。ここ当てやすいなっていうのをねちょっと見ていきたいと思います。まずね、まあ、11m、まあ、10m でいっか。 10m でも結構当たるな。そう、 APEX ってね他のゲームと比べると腰なめがとんでもない精度なんだよね。敵を確認、次9m ですね。当たるな。敵が近い、8m。あ、なんかもう8から結構当たるな。8でかなり当たるぞ正直。7m。7なんかもう死ぬやんね敵。6m、ここらへんか。6やばいな、6やばいわ。あ、6やばいな。7はだこんぐらい、まあ、これももうと7も当たるな。8がちょっと当たんないかなってイメージ。あれ待って、ピンが立てなくなったんだけど。敵へを捉えた。え、敵の姿を確認、敵を確認した。殺しすぎてダミーでピンさせなくなったんだけど、ダメだこいつでいいや。敵の姿、次5m。5m ね。あ、もううん、でももう5から下は、まあ、ほとんど変わんないだろうけど一応やっとくか。4m。あ、もうやばいね、必要な量。3とかねえ、いや11だったけど今。2m。あ、またピンがダメになった。次はじゃああっちにするか。敵を確認。2m。もうこれ腰なめやろ。ここで狙ってるやついたらちょっとやばいぞ正直。もうめっちゃ当たるわ。前回のあのキルタイムで測った時と同じことやってる気分だ。1m。もうね、うん、ここら辺は、まあ、やる意味ないかなって感じはしたけど、まあ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 、まあ、そうですね、まあ見た感じ10はやっちゃダメだね。 10m ぐらいだから、だいたいこの距離、この距離はあんまりもうこの距離は狙った方がいいね。敵が近い。で8、まあ、つまりだからこんぐらいから、 8m ぐらいから狙わなくていいんじゃないかな。だからこんぐらいの距離、ちょっと敵でかく感じるかなって思ったらもういいんじゃないかな。まあでも 8m ぐらいをね目安にしてくれればいいかな。はい、ということで今回の動画ちょっと短めに撮ったかな、なんですけど検証結果、まあ、体感なんですけど 8m ぐらいがちょうどいいと。 8m 以降はエイム、 8m 未満っていうのは腰なめ打ちがいいんじゃないかなと自分は思います。
やっぱり腰なめって強い理由があって、移動速度が速いんだよね。サブマシンガンとかショットガンとかってあんまり変わってるように見えないけど、実は変わってるんですね。これなんか左上に数値とか表してる人いるよね。詳しくはね、そちらのおそらくエーペックス武器移動速度とかやったら多分出ると思うんで、調べていただければいいなと思います。まああくまでも体感なので本当に信じきるのは良くないですね、この検証動画を。今回の動画はこの辺りで終わりたいと思います。もしね、少しでもなるほどと思っていただけたら嬉しいですね。では最後にチャンネル登録お願いします。これからはもう3回ぐらい言っちゃおうかな。次回をお楽しみに。じゃ、またねー。